い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。はい、今日は来ました、トレクルです。アルティメイトウソップ、これのね、高速パーティー、ちょっとね、動画にしたかどうか忘れてたんで、今日はそれ動画撮りたいと思います。お願いします。まあ多分ね、最近始めた人、これアルティメイトって書いてあって、うわ俺にはいけねえってビビってるかもしれないんですけど、あのね、これ下手したらルーキーっす。ルーキーは持ったかな、エリートぐらいなんで、多分ね、基本的にエキスパとかエリートいける人にはいけます。なので安心してください。で、まあ今回はやっぱウソップ欲しいじゃん。ウソップめっちゃ欲しいし、あと俺パウンドの方本当にね、てか次まず必殺レベル2倍すぐ来るから、そのために本をいっぱい欲しいんですよ。だからね、もうめっちゃ早く高速で周回したいと。で、そのパーティーをね、ちょっとお見せしたいと思います。っていう、亀来ちゃってるよ。亀は無視してウソップに行きます。はいはい、今回こちらの暴走チョッパー特攻フランキーバーで行きたいと思います。で、っていうのもウソップが耐えるんだけど、その耐えてる時にこのフランキーの追加ダメージでドーンって倒せるんですよ。だからまあ毒だとか、あとデュカルバン兄弟だっけ、デュカルバン兄弟も確かそうなんだけど、まあ多分力じゃないとね、アプーで行っちゃうと半減して使えなくなっちゃうから、まあこれがいいかな。で、まあ特攻フランキー持ってない人はフレンドの特攻フランキー、まあなければ毒だね、クロコダイルとか、クリークとかで、まあお前もそんなん知ってるよハゲって人は、もう今すぐに別の動画見てください。もうこれはそのための動画だけなんで、お願いします。はい、行きましょう。はい、合ってる？ってか何も今見ないで言っちゃったけど、他のメンツで、一応ね、あの赤の強い人で、あとはあれです、フルボディね、フルボディ、この人フルボディと特攻フランキーさんいればもう速攻です。さあ行きましょう。もう無視、こういう話全部無視して、オラ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 って行くだけです。で、基本的に全部もう、こう全部速攻行ったんでいけんで、よっしゃ、オラオラ、くらえバズーカ、オラオラグオノ、オラ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 ドゴゴオラうるせえうるせえ、もうほんとこのパーティーただこれで行くだけ、もう何にも解説も何もないっす。ただそうだ、このね、ロブスターだけは貫通しないんですよ。貫通しないので、うーん、だからここはもう時間かかる。もうだから変にミスるぐらいだったら、あのもうミス、変にミスるって何、変にグレートとか出すぐらいだったらもうミス攻撃でもう攻撃しまくる、ひたすら。でも楽でね、これ触ってりゃいいだけだから、スッスッって触ってりゃいいだけだからね、触ってりゃいいだけだから。で、そこそこ時間かかるんだよね、ここで。だからまあルフィみたいにダメージが、じゃね、コンボが88とかだといいよね。他全員読んできちゃったから、ここまで。そう、あ、だからもう一人ぐらい多い人が一人いてもいいのかな。トムもちょっと今更思いました。もう入ってから思うっていう。はいはいはい。で、まだ食って、これ全部無視します。こう、速攻押しまくって。で、これいつも気になる、これ何最後食ってたやつ。いつも気になる、この右手に持ってるこのトゲトゲのやつ、何これ。いつも思うんだけど。デカめのコンペイト？デカめのコンペイトなんですか？で、まあ、もう余裕すぎる。速攻で倒せちゃうっていうね。で、こうして、もうあと OK ですよ。あとはもう追加ダメージでドン。このフランキーの追加ダメージドン。はい。はい、これで楽勝です。超早い。超早いです、これが。で、まあ、ここもちょっと時間かかんない。ここはめんどくさいんですよ。めんどくさいんですけど、まあ、なんかそんなにダメージ食らうわけじゃないし、しかもま、そこそこ倒せるので、これじゃあもうこう普通に倒すと。普通に倒して、あとはもう待つ。あとはもう待つ。もう待つだけ。はい、待ちます。逆にね、もう戦長効果が解除された方がもう早いんで、もうこの辺はもう無視。はい、無視。無視、無視、無視。はい、無視して、はい、無視して、無視して、はい、行きます。はい、はい、行きます。はい、急いで、急いで。急いで。おーら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 おらおらっせえ。この動画おらおらっせえな、ほんとに。で、この人。この人がすげえ硬いんですけど、この、フルボディさんね。フルボディさんで、こう、ドーンと。そうすると、ここも一旦で抜けれると。早い。相当早い。あ、お、箱落ちたよ。マジパウンド。本当にパウンド。ちょっとね、てか、次来るじゃん、2倍。なんか早くない ?2倍。必殺レベルアップ2倍のね、来るのがね。ね、もうフリーザとかも来るしね。でも、ちょっと待って、これ、この、黄色いデカめのコンペイトみたいな、あれ何なの。でも、これでまあ、1700しか食らないんで、まあ、あとはもう、ボンボン行くだけです。もう、ボンボン行くだけ。で、要はウソップの本をとりあえず集めておきたいんですよ、今回。で、次、あと軽いイベントも来るから、軽いのっていつ来るんだっけ、結構先か。
必殺レベル2倍が来るからちょっとそれまでにマジ貯めたい。でこれは割合ダメージです。これ割合ダメージだからあの初めての人は安心してください。もうこれ雑魚です。最初の1700さえ耐えればもう余裕で勝てます。だからもう本当にまだ全然僕みたいにウソップが全然あの施設レベル上がってくれなくてまだパウンドマックスじゃねえよって人はもうこの機にね、でまあウソップも手に入るし、でこのウソップをパウンドとかに入れて能力も解放すると、ちょっとウソップはマジ頑張りましょう。なんで今まで俺頑張れてなかったんだ。まあウソップ使えねえしとか言って手抜いてた。もう今日マジ本当頑張ろう。さあ落ちたかな、パウンドも落ちたかな、パウンドも頼む。バウンドも全然落ちない。はい、そんな感じでウソップン高速周回パーティーでございました。ちょっともうパウンドもめっちゃ集めます。もうじゃないとヒゲにいけないので、もうパウンドをめっちゃ集めて、で2倍でもうマックス目標。いや今回でマックスいける、本当に俺のウソップ上がんないからね。もう次こそ上げます。はい、そんな感じでございました。今日も動画見てくれてありがとう。またいろんな動画上げていくのでまた見てください。はい、それじゃあバイバイ、たかしでした。明日も頑張ろう、バイバイ。あのウソップが食ってるあの黄色いトゲトゲのやつはあれ何ずっと気になってんだけど、なんだかわからない未だに。いやね、そのチャンネル登録っていうのはさ、やっぱその見てる側が、あ、このチャンネルいいなってそう思った時に初めてそのチャンネル登録ってするものであって、やっぱこの動画出してる側からさ、チャンネル登録お願いします、チャンネル登録お願いしますってなんかそう言ってやるのってなんかやっぱちょっと違うと思うんだよね。でそうじゃない、でだからさ、まあそんな僕からね、一つだけ皆さんに言いたいことがあります。チャンネル登録お願いします。で、あのスマホの人はここあのタップすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いしますよ。でパソコンの人はここあのクリックすればチャンネル登録できますんで、ぜひぜひお願いします。明日も頑張ろう、バイバーイ。